どうも、ブルーンビューティーバーの小西とゆきです。今回も美容室をやっていてお客様からよく聞かれる質問にこちらでも答えていこうと思います。今回は、1年付き合っている彼氏が性格もいいし一緒にいて楽しいんだけれどもギャンブル好きと、やめてほしいけどなかなか治らなそうでどうしたらいいですか、ということで、はい、お話していきますが、いかがですか、これは。そのタイプはね、恋愛してく分にはすごいいいだろうね。うん、性格も良くて一緒にいて楽しいってことは波長も合うし、うん、だからギャンブルだけがっていうところでしょ。うんうんうん、だからこの先結婚とか考えるんであればギャンブル好きはやめといた方がいいって思うけども、うん、ただなんか恋愛は恋愛をしてその結婚はまた別でって考えてあるんであればそのままでいいと思うけど、うん、でも彼女が辞めてほしいって言ってて、うん、言ったのかな、ちゃんと言ったってことでしょうね。言ったんだったら言ってそれで辞めないって言うんであればちょっとそれって結構依存度も高いと思うし、うんうん、彼女の気持ちとかそういうのも分かってないと思うし、うん、でお金とかも例えばそのギャンブルで月にどのぐらいってちゃんと決めてねやれる人だったら、うん、まあそのぐらいならまだいいんじゃないっては思うけれども、例えばその月によってなんかもうちょっとで勝てそうだからって言ってさらに追加してやってしまうような人であれば、うん、やめとけってなる。もうだってそこでね、下手に借金とか追われたって困るし、結婚するんであればよ、うん、結婚とかも考えてあるんであればこれからね、そういうのどうなるか分かんないし、私のね、友達でもそういうギャンブル好きがなかなか治らなくて借金とかも隠してた人いたのね。あ、隠すのか。隠しちゃうの。隠してて、で絶対もうやらないよっていう約束しててもこっそりやってて、うん、でまた知らないうちに借金作っててっていう人いたのね。あ、だからやっぱりそういうのって本当にね、依存度が高いと治らないからね、ちゃんと本当に自分のお小遣いとかそういった中でね、本当に趣味、軽い趣味程度にちょっとやるっていうぐらいの人だったら、まあ、結婚してもいいんじゃないっていうふうにはなるけれども、でもなんかちょっとギャンブル好きは危ないなって、うん、遊びの趣味程度ならで月いくらぐらいって決めてるぐらいだったら、うん、まあまあまあ楽しんでやってるなっていうのでいいけど、うんうん、なんかこれで勝ってやるぜ儲けてやるぜみたいな感じだったら依存度も高くて危ないね、その人は。じゃあまあ結構結婚を考えるんだったらその度合いによってはもう治らない、言っても治らないってことならもう別れるっていうことも大事な選択だと。そうね、うん、うん、これだってね、多分コメント的には彼氏が性格もいいし一緒にいて楽しいっていうのはあくまでなんか一緒にいて楽しいから向こうがこっちに合わせてくれるような感じはないってことだから、まあ思いやりのある彼氏かって言われるとそうじゃない気がしますね。思いやりね、そうね。で例えばお子さんとか生まれた時にね、子供の面倒を見ないでねギャンブルの方にばっかり行かれても困るしね。ああ、ゲームでもそのパターンはありますね。ゲームでも多いね、うん、よく聞くね。隣で子供が泣いてても、まあ、奥さんがいるからいいだろうっつって自分の部屋でゲームをするとかも結構聞く。そう、うん、なんか子供をあの自分に座らせながら、うん、ゲームするとか。あ、かまってないと。そう、座らせてるからいいじゃん、一緒にいるからいいじゃんじゃないから、うん、ちゃんと面倒見てっていう話なんだけど、うん、それもできない人もいっぱいいるから、それね、結婚考えるんだったらおいおい苦労する人じゃないかな。じゃあ今回の質問に対しては一緒にいて楽しいってことで恋愛としてはまあいいけれども、うん、なんかこの思いやりとしてはちょっとないかもしれないので、結婚を考えてるんなら、まあ、そういう人だと思って別れを切り出す。もうなかなかギャンブルは治らない、依存度が高いとね、うん、まあ、浮気も同じです。ギャンブルも依存度が高いと治らない。なので結婚意識するんなら
別れましょう。ここはもうズバッと言いましょう。はい、はい、ということで今回はギャンブル好きの方が好きになったけれども治らないということでお話しさせていただきました。何かの参考になっていただけたら嬉しいです。まあこういった形で相談がある方やちょっとこれ聞いてよという方がいらっしゃれば年代や性別も書いてコメントでしてみてください。それではブルーンビューティーバーの小西とゆきでした。